どうも、ロコです。それでは今回もこちら、無双オロチ2を引き続きやっていきましょうということで、早速進行開始。ですね、また、こちら、第5章以降のですね、推奨メンバーを集めるために仲間集めをやっていこうかなと思っております。で、まあ一応動画外で、多少ね、有効度を高めたりして、ステージの出現はさせておいたので、まあ、どんどんと、ね、仲間集めをやっていこうかなと思います。ではなるべくねストーリーに関わるようなキャラクターを優先的に集めていきたいと思ってますんで、まずはカンペイからいきましょう。カンペイは3章の外帝の戦いかな。これ書いてありますね。カンペイを説得し味方につけようということで、こちらやっていきましょう。幼者が出現して以来、カンペイの行方は用と知れない。織田軍と共に各地を転戦するうち行方知れずとなったらしい。しかし今討伐軍は幼者出現という現象を超えた。過去官兵は職を離れ織田軍と合流した。その時正妻は官兵を説得しようとして失敗していたのだ。今再び官兵と向き合ったとして、自分は彼を止められるのか。自問する正妻に前田刑事と柴田勝家が同行を申し出た。官兵を助けられるのはこの時代、この場所しかない。止めようとして止められなかった。この場所しかない。強盗はってのは面倒なもんさ。思いを伝えるためにあるってのに、時には思いを邪魔する。あんたが落ちてるのはそんなところだろ。かぶいてみな。頭を空っぽにして思いのままに。戦場にいずれば言葉は不要。黙してなすべきをなせ。道はおのずと開けよう。ありがとう。分かった気がする。よし、まあ今回は3人とも使ったことがあるキャラクターのはずなので、まあどんどんサクッとね減っていきましょう。難易度は普通です。さすが織田軍だ。隙のない夫人だね。おっと、あれなんだ。いかなる陣もただ切り抜けるのみ。完璧。今度こそ止めてみせ。まずは来たね。正妻、追ってきてしまったのか。いいんだな、官兵。あれ、開いてないよ。あいつらを潰しても拙者は信長様の恩に報いねばならない。あいつ、ちょ、おい、今の頃は敵です。閉ざされている模様。しばし待たれよ。ちょっと待って、顔がえーと、閉ざされてるのは分かったけど、そこからの指示がないっすね。あれか、どんどん他を制圧していけってことかっていう気がするけどね。まあ武器も強くしちゃってるんで、恐れてきたみてえだな。まあいっか、とりあえずは。俺は様子を見てくるぜ。カンペ、覚悟を決めたてよ。年上だ。お、来たか。よし、で、口でまで戦う所存。かわした。お、この野郎。敵しかないようだな。敵将討ち取った。せっかくだから柴田勝家も変えていくか。で、前田利家がなんか来たって言ったな。移動してきてる、移動してきてる。オッケーオッケー。じゃあ、あれを倒しに行こう。ちょっと待って。苦戦したと開いてないんだよ。門が。もうちょっと頑張りなさい。前田利家どうやって来るんだ？周り。てめえ、なんでここに。ここ来れる。あ、しょ、オッケー。開いてねー。何わけわかんねえこと抜かしやがる。いいから戻れ。この先には行かさねえ。やれやれ、どうしたもんかね。あの前としてはどう置いてくるんだ。ちょっと多分前として倒せば終わりなんだよね。あ、鳥に到着。はいはいはい。おじき、なんで信長様のところにいるんじゃ。今のお主に話しても分からん。誰が知りたければ来るだろう。何がどうなっている。あ、声抱くのか。おじき、おいし。
教えてやるぜ。ほらそうだ、これ使いづらいんだった、この無双。よいしょ、ちょっと弱いか。いたー、おじきが弱え。あぶね。オッケー、お、来た、買い物。よし、行っちゃるぜ。いたいた。オッケー、これで救援試し進軍開始。お、今度あそこか。よし、いたいた。やるべきことが分かってる。おい、あ、ダメか。そう気づいた。南を背負う。オッケー、あそこか。吹っ切れたみてえだな。なら連れて行ってやるさ、思い人のところへ。そんなのじゃ、さすがですな。さて、あれ、あーい、おほほ、カンペ、私を、あ、そういうことか。お、あ、買い物した。相変わらず見事な腕だな、制裁。その力があれば職を守り抜けるだろう。だから自分のことは忘れて引けってのがいい。そいつはいい気じゃないね。拙者は信長様の恩義に報いねばならない。意地を貫かんとするなら黙して戦え。構えて、勘弁。わかった、制裁。お、あ、そっちか。じゃあやろう。ほら、やっと。そしてくそ、一対一で戦え、この野郎。から乾杯だ、聖祭。すべてを委ねよう。未来への希望、信じて進む。拙者は信長様の恩義に報いるため職を離れるつもりだった。すべては義を貫くため、それが拙者の生き方、意地ゆえに。私が官兵を生かせたくないと思うのもただの意地。そうだ、聖祭、君は自分の意地で拙者の意地を上回った。同じ意地同士、全力で打ち合って拙者は敗れたのだ。だから悔いはない。聖祭、拙者は君の意地に従おう。粋だね。はい、じゃあこれでおそらく5章の推奨メンバーはもう集められたわけですけど、なんか配置が変わってるな。会話してみようか。織田軍はもはや我、あ、そっか、制裁がいるからか。じゃああとはまだまだこの後ね、なんかいろんなキャラクター必要になるんで、まあ、5章は行かず引き続き仲間集めを行います。で、次がこれかな、これなんていうの、構想の戦いでいるかな。これで今度やっていきます。構想の地で木箱に入った娘を探せ。謎の指令を受けた芝居は暇に明かせて構想に赴いた。同行するのは同じく暇を持て余していた伊達政宗である。当時高宗は長角率いる黄巾党の支配下にあった。九段の木箱は彼らの荷物の中に紛れ込んでいる可能性が高い。
その娘は何者なのか、そもそもなぜ木箱の中に入っているのか、いまいち釈然としないまま芝居らは黄金島の本拠に潜入した。改めて問うが、何故我らはかようなところにおる。貴様バカか、箱に入った娘を探すためだと言っただろう。面白い。バカめ、その理由を尋ねておる。バカめが、我らの手が空いていたからに決まって。なんか面白いな。胸を張って言うことがバカめ。バカバカ言い飽きたゆえ聞き飽きた。ならばさっさと片付けるぞ。娘の入った巣箱を探せ。くだらん仕事だ、さっさと片付けるぞ。木箱？お前たち何者だ。よもや聴覚様のお命を狙う賊か。騒ぎなバカめ、林田は木箱を探しておるだけじゃ。やば、何回バカって聞くんだ。貴様には誰も近づけんぞ。長領様と長宝様の術があるのだからな。天守を打ち取っり。お、なんかまがまがしいものがある。行ってみよう。なんだろう、風かなんかで先へ進めねえみたいなやつかな。あー、そうだ。へえ、風ではないな。妖術ならば術者を倒せねば。あ、なんかいろんなところに風吹いてんじゃん。あ、あらららら、どんどん下に行かされちゃうんだ。へえ、ほうほうほう。あ、木箱、こういうこと。これほどの木箱が集められているとはな。さて、どこに隠れているのか。あ、ここか。面倒だが一つずつ壊していくしかあるまい。どれ、木箱って。宝、木箱、あそこ、ん、あ、それか。はいはいはい、ちょっと壊せばいいんだよね。ほい、あら、あ、なんだ。開かないのか。手間をかけさせよって。何を考えて木箱の中になど入ったのだ。どうやっても蓋が開く。どうやら術で閉ざされているようだな。そういうことか。術者でなければ開けぬか。あ、で、呪術者を倒そうと。で、南かな。そうね、オッケー。早急に排除せよ。お、来た来た。誤解は解けそうにないな。ショーなら面倒くせというところだ。よし、突撃じゃ。あら、あそこ巻くそうなの。いやし、兵糧道路め天に交点バスケちゃう。オッケー。さあ、みんなの娘がだな。オッケー。ちょっと待て。よし、オッケー。いいね。攻撃曲がってちょうどよかったわ。で、これで受注者を倒したと。もう向かっちゃうか。ん、そういうことならば兄上に頼むとよ。あ、そういう感じ。ほう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 。で、長宝の元へ向かい、あそこか。待て、盗んだものは置いていけ。見つかっちまって。道具の元へは行く。あら、ほらほら。だから箱入りの。うわ、やばい、吹き飛ばされる。もう良いわ。ほら、よいしょ。危ね。
よいしょ。やばい、カズナ影響受ける、あぶね。やめてほらほら、ほら、オッケー。弓が痛えな、やっぱり。よし、これで道を阻む妖術が消えたな。聴覚のところへ向かうぞ。敵将、打ち取ってやった。これで超音先に違うつもりな。まあこっち来るでしょ、勝手に。よし、いたいた、オッケー。あ、オッケーオッケー。よし、あれ、これで、あ、術で閉ざされた箱を開けることはできるか。天の奇跡を用いればたやすきことぞ。何じゃ、そのために参ったのか。ならばそう言えばよいもの。天意に従い、何時を解放せん。助かったのじゃ。そっちたち怖い顔をしてあるが良いやつなのじゃ。バカや。お前を助けたのはその成り行きだ。うん、さようか。でも嬉しかったのじゃ。そうか。登り竜、止められるものなどおら。そなた、何故木箱などに入っておった。木箱に入っておればいろいろな場所へ行けるのじゃ。わらわはいろいろな場所へ行き、いろいろなことを知りたいのじゃ。バカめ、懲りておらんようじゃな。オム、決めたぞ。わらわはそちたちと共に行く。きっと木箱に入っておるよりもいろいろなことを学べよう。小娘など足手まといにしかならぬが、再び木箱に入られるよりはマシか。この縁もっての導きであろう。我も共に参ろうぞ。おお、いいですね。一気に二人仲間だった。オッケーオッケー。で、あとじゃあもう一個サクッとやってやりますね。次は2章に行きまして、これかな、高生さんの高勢かな、高勢かなの戦いをやります。銀千代商業孫商工か。ちょっと準備しますね。かつて九州の地が妖者に襲われた時、橘銀千代と橘宗茂は共に行動していた。しかし撤退戦の混乱の中で離れ離れとなり、以後宗茂の行方は妖として知れない。俺は死なない。宗茂が残した言葉を信じて銀千代は行方を探し続けていた。そんな折、商協から高生山に宗茂がいるとの情報がもたらされ、流行る気持ちを押し殺して銀千代は現地へ向かった。宗茂様がいるのってこの辺かな。まったく、フラフラと。こんなところで何をしているのだ。銀千代ちゃんって面白いね。心配だと怒って、嬉しくても怒るんだね。だ、それは私が本当に怒っているからだ。はいはい、素直じゃないんだから。とにかく宗茂様を探しに行きましょう。よし、じゃあやっていくとして、この3人は使ったことあるね。何をしている。生きているなら戻ってくればよいもの。
戻れない事情があるのかもしれないよ。とにかくこの辺りを探してみましょう。どう行けばいいかな。とりあえずこの辺の上から回っていくか。あ、なんかできた。そこは？こうかな。いいこと思いついちゃった。銀千代さん、いいこと教えてあげる。宗重さんは山頂の砦にいるわよ。今私たちが一生懸命攻めてるとこなの。早く助けに行った方がいいわね。それじゃあ私は忙しいから。痛いねえ。あげねえ。くそ。よかったね銀千代ちゃん。宗重様無事だって。ふん、奴ならば当然だ。さして喜ぶようなことでもない。ほんと素直じゃないんだから。とにかく山頂の砦に急ぐぞ。どこ？そこか。あ、なんか出た。倒そう。やめて。あら。よし。これも倒して、あ、いた。拠点倒しようか。ステータス上がってるからね。よし。で、あら、馬が乗れない。ちょっとなんか馬がおかしいな。なんだろう。で、罠であれか、副兵でも出るのかな。あ、しまった。どこだ宗重。待って、なんか怪しい。今だ、門を閉じろ。あ、できた。オッケー。ほら、やっと。高なる上は誇り高く戦うのみ。よし、こう、この野郎。お、来た、宗重。そこにいんのか。宗重さん、聞こえてる？ほら、やった。銀千代さんが大変よ。閉じ込められて敵に囲まれちゃってるの。銀千代ならあり得る。お、で、そこ買えもん。だから放っておけない。お前の罠だと知って。まだ閉まってんだよな。どうしよう。武将を倒したよ。敗北条件変更。宗重の敗走にも注意せよ。どうしよう。宗重様が、本当の宗重様がこっちに来るよ。生きていたか。よかった。で、あ、いた。オッケー。で、まずは宗重と合流すればいいのかな。こんなところで何をしている。あれ、それはこちらのセリフだ、バカ者。俺はお前を助けに来た。それもこちらのセリフだ。ん、あ、開けた開けた。よし、やった、合流した。立花の空人と大丈夫だ。オッケー。それならもう怖いものだし。戦場に嵐を起こした。それは行こう。いいだろ。行くぞ。遅れるな、宗重。よし、こっちさんも道開いてるかな。開いてる開いてる。よし、じゃあもう中突撃しちゃって。ほら、どこにいる。だけ当たってる。俺たちはどんな状況でも生き延びる。二人でな。オッケー。敵じゃん、撃ち取っちゃった。これぐらいにしといてやる。せいぜいあがくがいい。
銀千代ちゃんが好きなの？な、何を？やっと会えたんだし、笑顔で迎えてあげればいいのに。あ、ま、これが銀千代の可愛いところだった。黙ら、もう知らん。私たちの勝ちだよね。助けに来てくれてありがとうと言うべきかな。ま、お互い無事に再会できたことを今は喜ぶとしようか。もう少しこの世界を見聞したかったが、銀千代に見つかっては仕方ない。雷を落とされる前に合流するとしよう。よし、でこれ仲間になりましたと。はい、ではですね、ちょっといい時間になりましたんで、今回はこれで終了します。次回もまた引き続きね、仲間集めていきます。それでは失礼します。